はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回は旅ゲームプレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、1プレイ数分、あなたの質問で世界が変わっていくマルチエンディングクイズホラーゲームということで、あんまりねこの音楽とかからねホラーっぽい感じはしないですけれども、以前プレイした絶対に幽霊なんて出ないお留守番を制作したところが作ってるみたいです。早速プレイしていきたいと思います。スタート。質問ね、リタに質問してリタが見た景色を当ててね。リタは1回だけ嘘をつくよ。つくなよ。まずね、扉の向こうはリタに質問してみよう。どんな場所？緑がいっぱいだったよ。あれでもどんな場所？2つ目ですよ。もう嘘ついた？うん、1つ嘘をついたよ。早くない？今のそういうこと、嘘をついたっていうのが嘘？じゃあこっからもうガチめな、全部マジ？乾いたところだったよ。はあ。え、これ2つしかできないの？これ What？ 寂しいところだった。あったかいところだったよ。砂漠か？お、ほんま？当たったんだ。なんか今変な顔が、今何か見えなかった。知らないわ。ここもう嘘ついた。嘘一つついたかな。何それ、曖昧な、やめてよ。じゃあはっきり言ってよ。ここなんだか不気味だね。よくわからない。お化けっていると思う。怖いこと聞かないで。はいかいいえで答えろや。いや、はいかいいえで答えられてもまずいか。どの場所？可愛い動物がいたよ。可愛い動物がいたよ。南の島？違うの？あれ？なんか空気悪くなったな。一回間違えただけでこんな空気悪くなるかね。どんな場所？空気が粘りつく。もう嘘ついた。うわ、もう最悪。もう答えないみたいな。触っちゃダメ。なに？なんか変な。大丈夫これ。どんな場所？物言わぬ命。何？なんか急になんか達観しちゃってるじゃん。粘りつく場所、もの沼地的な？もう嘘ついた。すぐ触っちゃダメ。なんだこいつ、なんか変な黒い影出てくるやつだった。生きてるものが動いてる。粘りつくってことはやっぱ沼地じゃない？ダメだ。何がダメなのよ。ちょっとやばいな。どういうことなのこれ。空気がもう悪いとかじゃないね。終わってる。扉の向こう、後ろ、何なのこれ。シンディ？シンディって誰？シンディ！もう後がない。やばい、俺が間違えてるから？ここ押せなくなってる。オプション画面。どういう場所？熱い。わあ。嘘ついた？ない。嘘ついてないってことね。何？ちょっと言葉が見えんて。広がる。屍。イエーイ。広がる屍。まあ、墓地か。何よ、いや合ってるだろ。屍広がる墓地しかないだろ。お前、闇が、霊気があなたを包みます。リタの姿はあっという間に見えなくなりました。次の瞬間にはもう見えません。リタ、最後の力を振り絞り伸ばしたあなたの手を、あの手が握り返してくることはもうありませんでした。あとにはただどこまでも冷たい闇、無限の闇。なんでよ、なんでよ、なん誰、なんでよ。ちょっと間違えただけでこれかい。ヒント、嘘をついたという質問に対してリタが嘘をつく。エンディング H、 俺じゃなくてリタが嘘をつくからこういうことなんだよ。
答えの絵もヒントだよ。動物が描かれているとかね。あ、そうだね。どんな場所？可愛い動物がいたよ、うん、緑がいっぱいで可愛い動物がいて、ちょっとジメジメしてて、あったかいところで寂しいところ、ちょっとジメジメしてる、あったかいところ、これ南の島じゃん。はい、やっぱ湿気がね、こっちの方がありそうだもんね。なんかいましたよ、またこれね、今何か見えなかった、もうやめよう。何ですか、かわいい動物、そよ風、ちょっとジメジメ、あったかいところ、緑がいっぱい、これも草原ですよね。なんでよ、いや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 、あ、まだいけるわ、あぶねー。絶対合ってるでしょ。かわいい動物がいたっていうのが嘘だったのかな。どんな場所、かわいい動物がいたよ、かわいい動物がいたよ、あったかいところ、あったかいところね、寂しいところ、とっても広い乾いたところ、かわいい動物がいた、寂しいところ、これ砂漠だね。かわいい動物が嘘と見た。はい、正解。はいはい、いいね。はい、どんな場所、緑がいっぱい、かわいい動物、緑いっぱい、かわいい動物、歩きづらかった、大変、ちょっとジメジメしてた、あったかいところ、高い、あったかいところ、ちょっと歩き、山とっても広かった、歩きづらかった、凍えそうになった、寂しいところだった、かわいい動物がいたよ、まあ、雪山でしょ、さすがに雪山雪原、あ、いやいやいや、もうちょっと頑張ってよ、すいませんこれからどうする、一人で行くよ、バイバイ。リタはもう一度だけこちらを見て、何も言わず扉の向こうへと消えていきました。あのクイズは扉をくぐるためのテストだったのでしょうか。固く閉じられた扉の前で、あなたは一人取り残されます。いつの日かもう一度扉を開くチャンスが訪れると信じて、それまで孤独に過ごすのでしょう。あの子の微笑みを時折思い出しながら、うわー、なんか普通のエンディングって感じだ。ディング B、 これ全部正解したいよね、全部正解。怖い質問は霊障を呼び寄せる。はあ。緑いっぱい、そよ風。緑いっぱい、そよ風。広くて、乾いて。乾いた動物がいた。乾いたが嘘だね、多分。緑いっぱい、そよ風。草原でしょ、さすがに。あえー、オッケー。歩きづらかった、大変、寂しいところ、緑がいっぱい、ちょっとジメジメ、あったかいところ、歩きづらいが嘘か、あったかいところだもんね。沼地か、いや沼地、南の島、だる、やばい、これまた同じような感じになっちゃう。乾いたところ、ちょっとジメジメ、とっても広い、寂しいところ、沼地、沼地、ちょっとこれまたなんかあれじゃない、緑いっぱい、ちょっとジメジメ、乾いたところ、寂しいところ、やばい、間違えた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 っす。逆に全部外してたらどうなの、あれ、まだまだいけるわ。あったかいところ、寂しいところ、凍えそうになった、あったかいところ、寂しいところ、あったかいところが嘘と見た、雪原、これダメだ、出た、いやこれむずいな、全部正解厳しいな、たくさん質問しよう、これやってる気がするけどな。ドアをたくさんタップ、
たくさん遊ぶ、はあ、リターたくさん遊ぶってどういうことだ。葉っぱめっちゃ触れる。やべ、花花終わらせてしまった花を。すいません、ちょっとすいません、ジメジメ、ちょっとジメジメ。あったかいところ、緑がいっぱい、ちょっとジメジメ、あったかいところ緑がいっぱい。はい、かわいい動物がいた。ちょっとジメジメ、かわいい動物がいた。あったかいところ、ちょっとジメジメって何？これ南の島。危ねえ、寂しいところだった。寂しいところ、歩きづらかった。これ沼地っぽいよね。あったかいところ、あったかいところ、嘘だな。緑がいっぱいだったよ。緑いっぱいだったよ。じゃあ沼地じゃねえじゃん。いや、これかこれだよな。草原でしょ、さすがに。いや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 、山、これ、山がわかんねえわ。山が、山の条件がわかんない。そよ風、そよ風、かわいい動物。はい、そよ風、かわいい動物、歩きづらかった、これ嘘だね。はい、これ草原でしょ、これ草原でしょ。はいはい、乾いたところだったよ、乾いたところだったよ。歩きづらかった、砂漠だね、これは。かわいい動物がいたよ、これかわいい動物、嘘でしょ。ちょっとジメジメしてた。ジメジメが嘘。かわいい動物がいたよってさ。これでも砂漠じゃないの？いや、ちょっと本当に、本当にわかんない。凍えそうになったよ。もう嘘ついた。はい。これは雪山でしょ。これは。これが川。これ雪山でしょ。雪原？ちょっと待って、え？ちょっとむずっ、ちょっと全然、ちょっと全部正解できる気しないな。花しばいた、霊障庭、なるほど、これやったら霊障が、霊障があれか。すべての答えを間違える、すべての答え間違えてみる、逆に全部間違えてみるか。これなんか逆に合ってる可能性、やばい、やばいよ。何、怖っ、めっちゃ怖い質問いっぱいしちゃう。もう怖い質問しかしない。あー、心の中覗かないで。これなんかなんないかな。ダメだ。どうしたの？お、新しい。私たちだけじゃなかった。すぐそばにたくさんの仲間がいたことに。あなたは気がつきました。リタも他の仲間と共にさっさと扉の向こうへ行ってしまいました。あなたは後を追い、新しい仲間と共にそこをくぐります。うん、確かにそのお友達は人の形をしていたり、そうでなかったりと様々です。でもあなただって首から上がありませんし、今さら気にしませんよね。そんなこと。怖いって。もう、怖いに。低め。一度でも霊障が上がった、たくさん正解しよう、とにかく嘘を疑う、最悪になってから元に戻す。むず、ずっと低いまま全てのクイズに正解していく、難しいな。とにかく嘘を疑う、とりあえず鼻壊して、鼻とりあえずめちゃくちゃにしといて、とにかく嘘を疑う。これでもやりすぎたらやばいのかな。まだいけるか。
どんな場所？とにかく嘘を疑う、はい、とにかく嘘を疑う。あ、あ、なんかもう終わった。嘘を疑いまくってたら待って、言っちゃダメ。扉の向こうを見たリタは突然血相を変えてあなたを止めました。わかった、それも嘘だね。最悪の疑いおじさん。あなたはクイズの続きだと思って扉を開きます。その瞬間、とてつもない何かの力があなたの体をわしづかみにしました。あなたはリタに向かって思わず手を伸ばします。でもリタの小さな手はほんのわずか届きません。あなたはそのまま扉の奥に引きずり込まれ、リタの怯えた顔を最後に残し、扉はパタンと音を立てて閉まりました。うわぁ、勝手にちゃダメなんだね。いや、クイズに正解すんのがむずいんだよな。たくさん正解しよう。ちょっとマジで行くわ。マジで、あったかいところ、可愛い動物がいたよ。これ一回ちょっと聞いてみよう。マジか、どっちだ。とっても広い乾いたところ、砂漠だな。オッケーオッケーオッケー、よし、いずいずいずい。どんな場所、とっても広かった、ここはオッケーだと。乾いたところ、乾いたところは嘘でしょ、さすがに。寂しいところ、凍えそうになったよ、これマジだね。ちょっと待って、ちょっと、おい、乾いたとこ、凍えそうになったよ、あったかいところだったよって言ってたね。ちょっと待ってくださいよ。雪原は足場が悪いとか言うから凍えそうになったが、いやでも乾いた場所だったよ。乾いた場所？山ってマジどうなったら山なんだよ。可愛い動物がいたよ。これじゃない、これだ、山だな、これは。いやいやいや、じゃあちょっと待ってください、ちょっと。まだまだいける、まだいける、まだ参る。可愛い動物がいた、緑がいっぱいだった、あったかいところだった、もう嘘ついた、はい、寂しいところだった、緑がいっぱいだった、これ、これでしょう。草原、ちょっと待って、え、山、え、ちょっと、ま、山がわからん、山が、山わかんない、山、山2問しか正解できん。なんかないの、必勝法。歩きづらいは山でしょ、歩きづらいは、歩き、山って歩きづらいもんね。ちょっと待ってください、本当に、ちょ、本当、もうこれ本当に凍えそうにあったよ、もう嘘ついた、はい、これ雪山です。うん、寒いよ、そんな凍えそうになる場所が1個しかないんだから。なんでなんでなんでな、寂しくて歩きづらくて緑いっぱい、これ沼地か、さすがに。じゃあ可愛い動物いないんだもんね、可愛い動物いないでしょ沼地は。これ間違ってたらマジもう引退。よし、寂しいところ緑いっぱい、いや寂しいところ緑いっぱい、ちょっとジメジメ、寂しいってあれか、南の島ってこれそういうことか、一人しかいないっていうか、孤島だから寂しいところなのかな。やばい、対人ゲームとかで大パンとかしないんだけど、これもう何年ぶりかぐらいに大パンしたよ今。歩きづらかった、大変、凍えそうになったよ、寂しいところだった、ちょっとジメジメした、砂漠か、イエーイ、やだ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 、行かないで行かないで、あーマジでむずい、なんかもう頭使わせないでよ。歩きづらいって言ってたっけ、雪原、なんかこう質問忘れちゃうんだよな。合ってたわ、嘘が入ってるかもしれないって思っちゃって、なんか頭バグるんだよな。
3問以上正解できない呪いにかかってます。緑がいっぱいだったよ。緑がいっぱいでジメジメしててあったかくて、緑がいっぱいであったかくてジメジメしてて緑がいっぱい、これかこれか、あぶねー、凍えそうになったよ。寒いとこね、凍えそうになってちょっとジメジメしてて、可愛い動物がいて乾いてた。凍えそうになるってワードがもう、凍えそうになる、山も凍えそうなんだよな。でもジメジメしてる、ジメジメって節、いや節言、いやーなんか、うーんなんだかな、乾いたところ乾いてるとこね、寂しい、乾き寂しい凍える、あったかい、乾き寂しい心あったかい、砂漠、うん、凍えるしあったかい、夜は凍えるってことね。寂しいところだった、凍えそうになったよ。寂しくて凍える、寂しくて凍える、雪原、いやー絶対見、いやまだあるんじゃない、これここで正解したらあるぞ、これあったかいそよ風、いえあったかいそよ風、どっちだ、そよ風かな、あ嘘、あったかい、乾いた、とっても広い、砂漠か、またいやこれ間違ってんだろうな。はい、ありがとうございます。これいったんじゃない、やった。これからどうする。あなたはリタに手を引かれて扉に近づきます。さっきのクイズの答え、それが本当に扉の向こうの景色なのか、砂漠、それはリタしか知りません。そのあどけない微笑みを信じてあなたはそっと扉を開きました。どうなんだよ、どうなのそれ、普通のエンディングね、ずっと低いまま一度も疑わず全問正解、やばすぎるだろ、素早く全問正解できる、そんなこと一度も疑わずはちょっとやってみる、いやもう無理だろ、ちょメモってからってこと無理かもしれんな。あったかい、寂しい、乾いた、広い、乾いた、広い、そよ風、あったかい、寂しい、乾いた、広い、そよ風、そよ風は嘘じゃないかな、そよ風ってそよ風草原っぽいもんな、これ砂漠かな、よし、いいぞ、広い、広い、歩きづらい、歩きづらい、凍える、寂しい、ジメジメ、広い、歩きづらい、凍える、寂しい、ジメジメ、どれだろうな、右半分のどれかだな、ジメジメか、ジメジメ沼地なんだよな、砂漠か、砂漠、ジメジメ、かわいい、緑、そよ風、広い、ジメジメ、かわいい、緑、そよ風、広い、ジメジメ嘘だろこれ、これ草原です、はい、あったかい、明らかに浮いてるワードだったらな、広い、寂しい、そよ風、乾いた、あったかい、広い、寂しい、
これそよ風嘘だろ。そよ風ってマジ草原以外なんかあんのかな。乾いた寂しい広やった、こう砂漠じゃないのこれは。はいはいはい、オッケー。はい、歩きづらい、広い、寂しい、凍える、そよ風、そよ風嘘だろ。また歩きづらくて広くて寂しくて凍える、雪原か。普通に考えたら、普通に考えたら、普通に、普通にね、はい、普通に。ジメジメ、寂しい、そよ風、緑、歩きづらい。またそよ風嘘だろ。ジメジメして寂しくて緑、歩きづらい、これ沼地です。はい、来ました。いけますよ、いけますよ、来てますよ、来てますよ。引退も考えた時期ありました。ちょ、ガチで頼む。歩きづらい、凍える、かわいい、広い、寂しい。かわいい動物が嘘と考えたら、歩きづらくて凍える、広い、寂しい。まあ雪原なんかな。雪原か砂漠か。そう、間違いたくないよ。可愛いがさ、凍える、広い、寂しい、歩きづらい、雪原ですよね。雪原ですよね。これは雪原だよ。これ雪原じゃなかったらもう引退します、このゲーム。はい、来ました。何かがやってくる。これはなんだ、これ天使か。これは神々しい何かが二人を包みます。あなたはリタと身を寄せ合って、ただその導きに身を任せていました。ああ、神様はクイズの正解率を見ているんだな、そう思いながら、そう信じながら。ただ一つ確かなものは、不安そうに握り返してくる小さな手のぬくもりだけでした。これいいことなの、これは。はい、最悪になってから元に戻す。これやばいだろ。とりあえずなんか最悪にするか。花しばいて、お花だって生きてるんだよして、でもう嘘ついた、あたりしといて、最悪になってから戻す。最悪になってから戻す。とりあえず最悪。見えてんの？ほぼ見えてる。これでどう？最悪に、最悪に、最悪まで持ってく、とりあえず。いっちゃんやばい状況まで持ってく。置いていかないで。これでなんか猫みたいな。来た。シンディ？シンディして。ここで正解する。これできんのかなこれ。これで質問してもなんかよくわかんないこと言われるような気がするんだよな。ここ真面目。どんな場所？これなんかわけわかんないもん。わけわかんないもん。嘘ついた。ない。仮面のマークでしたね、今。仮面のマーク。どんな場所？建物。暑い。血の匂い。やべ、最初の質問。建物、熱い、血の匂い。熱いってなんだよ。熱いが嘘だとしたら、建物と血の匂いで、これ吸血状ですね。来い吸血状。あ、違うか。お、いなくなってる。なんか前と違うな。これなんでなんだろう。前猫のね、あれだったけど。やめた方がいい。
どこにいるの？うわぁ、あ、お、いける、これで。こういうパターンもあるんだ。別のパターンってことね。どんな場所？おいしそう、おいしそう。血の匂い。建物。屍。熱い。おいしそうってなんやねん。血の匂い、建物、屍、熱い。血の匂い、建物、屍、熱い。吸血城じゃないのこれ。なんなん、魔界とか地下牢とかさ、なんなん、わかんないねん。吸血城じゃないのこれ。おいしそう何？おいしそうってなんだよ。吸血城ってなんかね、豪勢な食い物とかもね、一応ありそうっちゃありそうじゃない？屍もありそうっちゃありそうだよね。建物が、こっち3つが建物と見たね。こっち3つが建物。吸血城ですね、これは。出た。行きましょう。弱い命。弱い命。熱い。建物。暗い。血の匂い。弱い命。暗いでもいいね。弱い命、暗い、これ地下牢か。弱い、建物、暗い、血の匂い。弱い命ね、良さそうじゃない？はい、地下牢。いやいや、やってた、絶対嘘だろ。屍、血の匂い、建物。美味しそう、美味しそう、何なんだろう。暗い、また建物か。左の条件が分かんないもんね。美味しそう、暗い、屍。血の匂い、墓地から血の匂いとかでもすんのかな。これなんか食い物食う。畜殺、うん、畜、なんだ、なんとか畜生。土畜生か。土畜生。おっと、うわぁ、ここから一番いい状態まで持ってかなきゃいけないのか。ここきついな。どんな場所？なんもない。一人ぼっち。声は出せ。熱いところ。空気が粘りつく。ジメジメしてるか。いや、これなんか置き換えられてんだろうな、多分。声が出ない。乾いているみたいな感じかな。一人ぼっち、寂しい、何もないが、広いところでしょ、多分。ジメジメが嘘だとしたら、砂漠っぽいな。広くて寂しい。で、乾いた、暑いところ。砂漠、お願いします！よし！来たー！なんとか、ここも、ここもなんとか。いつも帰りを待っていたよ。え？どんな場所？私の一番好きな場所。え、これどういうことなんだろう。一番、一応メモとか。私の一番好きな場所。たくさんの思い出。はい。シンディも待ってる、きっと。猫？シンディも待ってる、きっと。私が、ああ、なるほど。お家に帰れる。答えは、お家だ。帰ろう。俺たちの家へ。リタとあなたはせーので扉を開きました。その瞬間、二人は温かい光に包まれます。その扉の向こうにあったのは見慣れた我が家ではありませんでした。知らない天井、知らない人の声、知らない機械の音。あなたはすべてを思い出し、その機械の音に安心しました。だってそれは隣に眠る小さな命が今もまだ息づいてることを教えてくれる音だから。あらー、お家に帰ろう。うわー、よかった。いや、むずすぎたな。え、これ最後の、これ、え、これ何なんだろう。ヒントがないですよね。エンディング E、 先に他の結末を見る。なんかエンディング E はバナナ、このバナナをどんどんタップすると見れるっぽい
ですけどね。ここにもありますけども、バナナをタップス、バナナなんかあったか。あるね。バナナ、まあ、全部全食いして、これ一応質問答えた方がいいのかな。なんか一応真面目にやっとくか。はい、もう手慣れたもんか。いや、バナナないね。まあ、やるか。どんな場所、バナ、え、これどんな場所、やべ、どう、すまんすまんすまん、ちょっと後でちょっとスーパー行って買ってくるんで。コンビニの方が近い。バナナだ。答えはよくわからない。扉の向こうはこの世で最も素晴らしい幸福に満ちていました。それはバナナという名の幸福。リタとあなたは駆け出し、美味しいバナナに手当たり次第かぶりつきました。そうか、ここはきっと天国に違いない。満腹になった二人が木陰で休んでいると、大きな足音が地面を揺らし、リタは飛び上がりました。逃げて。あなたは思い知ることになります。ここでは人間は狩られるもの。バナナこそが狩る側の存在なのだと。怖っ。ああ、これで全部ですね。まあ、この細かい、この辺は、細かいところはちょっとやってないんですけれども。はい、そんなわけで、旅ゲーム。無事、すべてのエンディングを見ることができました。ちょっとね、一回、引退しかけたんですけれども、まあ、ギリッギリ、引退回避して、全エンディングを見ることができました。ちゃんとこう、メモって、うん、やったらね、途中で分かんなくなって、頭バグらなかったんで、なんとかなりましたね。皆さんもしっかりメモは忘れないようにしましょう。ありがとうございました。